こんにちは。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。波動コンサルタントの桑野正則です。今日の波動チャンネルではですね、波動の誤解というお話をお伝えをしていきますが、心地いいこと、居心地がいいことが波動が高いというわけではないというお話をお伝えをしていこうかなと思います。居心地のいいことが波動が高いというわけではないというね、結構、居心地いいとか心地がいいとかね、それが波動が高いと思われている方が多いんですが、居心地がいいことばかりを選んでても良くはならないですよね、実はね。今日はそんなお話をお伝えをしていきます。これ波動のことを知れば納得いくかなと思います。この勘違いをなくしていくってすごく大事ですのでね、そんなお話を今日はお伝えをしておきます。この動画では波動というものを使って願望を実現したり、自分らしく生きたり、幸せに豊かに生きたりといったコツを、お伝えをしております。で、お伝えしている内容はですね、僕のこれまでの14年以上にわたるセミナー経験やセッション経験、そして波動を使った企業のコンサルティングなので、クライアントさんに実際に効果のあったものを中心にお届けをしておりますので、よろしければチャンネル登録していただければと思います。で、波動についてはですね、こちらの2冊の本ですよね。波動が変わる、あなたが変わる、人生が変わる、それとミリオネアバイブレーションというこちらの2つの本で切り口を変えてお伝えをしております。こちらは波動の基本的な教科書になる本を作れないですかという、出版社からのご依頼で書かせていただいた本です。で、こちらはですね、波動とお金の関係について書いた本ですので、よろしければご覧いただければと思います。で、今ですね、書店とかアマゾンで、売り切れが続いてるんですけれども、重版が両方の本重版決定しましたので、両方1000冊の重版が決定しましたので、次第にもうちょっとしたらですね、書店にもアマゾンにも補充されていくと思いますので、できれば、書店の方で注文いただければ確実にね、優先的に届くかなと思いますので、ぜひ書店でご注文いただければと思います。でね、書店でなんかね、絶版になってるっていう書店があるんですよね。そんなことないので、出版社の方では絶版なんかせず、重版を決めてくれてますので、絶版ってね、もうなくしてしまうことですけど、もう次スローとしてるところですのでね、書店でなぜ絶版になってるって言われるのか分かんないんですけど、それ大嘘ですから、ちゃんと出版社からは出版社から増重版になったという情報を聞いてますと言っておいてください。そしたら注文取ってくれますのでね、ぜひそうしていただければと思います。で、何なんですかね、これね、陰謀論ですかね、僕の嫌いなあんまりなとこ、そんなんいいので、注文いただければと思います。で、今日のお話ですが、居心地いいことが波動が高いわけではないというお話をお伝えをしていきますが、結構ですね、心地いいこととか居心地いいこと、その状態でいる、リラックスするっていうのはすごく大事です。リラックスする状態っていうのは波動の高い状態ですのでね、それって結構大事なんですけれども、どん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 波動を高くしていくときに、居心地がいいを選択しているとですね、ずっと現実は変わらないです。居心地がいいを選択していると現実は変わらないです。それのお話をお伝えをしていきますね。で、波動が合うっていう、波長が合うっていうじゃないですか。A さんと自分は気が合うことを波長が合うっていうんですよね。で、波長が合うっていうのは波動的に、共鳴しているってことです。同じような波動を出している人は気が合うんです。同じような波動を出している人は波長が合うんですよね。波長が合うっていうことを波動が共鳴しているっていうことになるんですけれども、これ気が合う人は似たような波動だから気が合う。で、これを言い方を変えるとですね、居心地がいいっていうのもね、あるんですよね。気が合うもそうですし、波動が合ってると、波動が共鳴していると、波長が合うと居心地がいいんですよね。で、これが全てで、居心地がいい状態とか心地いい状態っていうのは、実は今の自分と共鳴しているってことなんですよ。それがたとえどんな波動で、たとえ波動が悪くても、波動の悪い場であっても、自分の波動がその波動と共鳴してれば、同じ波動であれば居心地がいいんです。実は僕昔ですね、事故物件に住んでいる人のセッションをしたことがあるんですよね。
まあ、ある会社に、社員研修で行かせてもらってて、その社員さんがね、事故物件に住んでるっていうので、ちょっと面談をさせてもらったことがあってですね、で、事故物件住んでるって聞いたので、まあ、弊社ではお清めとか、その場の波動を高く変えてしまうっていうサービスがあるんですよ。で、まあ、ご希望であればそれをお勧めする予定だったんですけれども、お話をお聞きしてですね、僕は最終的にはこの言葉を聞きたかったんです。何かというと、居心地いいんですかって聞けた。その家はよくよく聞いてるとね、本当事故物件でラップ音もするし、不思議な現象も起きるし、良くない現象はね。で、その現象をいろいろお聞きして、最終的にその人に聞いたのは、その家居心地がいいんですかって聞くとね、その人はいいんですって言うんですよ。居心地がいいのに、お清めをしたりとか、その場所を聖域に変えて波動を上げてしまうと、この人は居心地が悪くなってしまうので、引っ越さざるを得なくなるんですよね。だから、お勧めしなかったということがあるんですけど、どんなに波動が低くても、その人の波動と合ってれば居心地はいいんです。これ、言い悪いではないですから。本人気に入ってるんですから。本人気に入ってるの、その家波動低いよって言っても、それは本人の希望じゃないことを言ってるので、それは失礼な話ですし、まあもちろん波動を変えることができるので、協力できることあればするので言ってくださいねとは言ってたんですけど、まあそれ以来ご縁はなくなったんですけれども、いくら波動が低いところでも、その人が同じ波動であれば居心地がいいし、だから例えばゴミ屋敷とかって波動は低いですけど、ゴミ屋敷を勝手に、片付けしていくと、その家主が怒るっていう映像とかニュースとかであるじゃないですか。あれは何かというと、片付けたら波動が変わってしまうんです。で、波動が変われば、その家主は、居心地が悪くなるんですよね。その散らかった状態で居心地がいいので、それは勝手に片付けたら怒りますよね。で、これ、波動が高いのが良くて低いのが悪いではなくて、その人の波動に合ってれば居心地がいいっていうだけの話なんです。言い悪いはここには持ち込まないということが大事なんですが、もちろん本人がより幸せになりたくて、本人がよりいい生活をしたくて、今の状態がゴミ屋敷であれば、本当はこうしたいんだから、現状は良くないから、こっちに近づいていった方がいいですけど、こっちに近づくことをすることが正しいんですけど、これを思ってない人で、今の状態が居心地がいいのに、ここを押し付けてしまうというのは、これはもう大きなお世話ですので、言い悪いではないということをまず認識いただくことが大事です。で、どんな状態であれ、本人がの、波動が合ってれば居心地がいいです。つまり、居心地がいいっていうのは、心地いいっていうのは、波動が共鳴している状態なんだっていうことを、まあ、今日の動画ではお伝えしたいことなんです。で、自分がここに行きたかったら、ここの状態、今がここで、ここのより波動の高い状態、例えば今が5っていう波動で、より波動の高い状態が10であって、自分が10になりたい、今は5だけど10になりたかったら、10の状態は今の自分にとっては居心地が良くないんですよ。10の状態、居心地が良くない、でも10になりたいんであれば、その居心地の良くないところに飛び込んでいくことが大事なんですよね。だから居心地、こうなりたいっていうのはありながら、こうなることをイメージしながら、居心地のいい状態にばっかりいると、現実っていうのは変わっていかないんですよね。そのこと、その違いっていうのを認識する。だから好きなことをしようすることがうまくいくって信じてる人は、この居心地が悪いことを受け入れないっていうことが多いです。居心地が悪い、耳障りが良くない、なんか違和感がある、で、それを採用しないってことも多いんですけど、本当は今が5で10になりたいなら、耳障りが良くないとか、なんか違和感があるっていう情報が正しいこともありますので、それをやっていくってことも時には必要なんだっていうのは、認識されるといいかなと思います。居心地がいいね。だから、たとええー、すごく波動の高い場所でも、本当は居心地が悪かったりするんですよね。これが旅行とかですごく分かるんですよ。旅行でパワースポットとか行ってね、パワースポットツアーみたいなの行って、パワースポットなので波動は高いんですけど、そういうところに行って、多くの人は家帰ってきたらみんな言うんですよ。ああ、やっぱ家が一番居心地がいいなって言うんですよ。これは何かというと、パワースポットはもちろん気持ちが良かったりもするんですけど、ずっと居続けることはできないですよね。なぜなら居心地は良くないから。
で、自分のいつもいる場所がやっぱ一番居心地がいいです。なぜならいつも一番いる場所が今の自分と一番マッチしてるからなんですよね。なので居心地がいいっていうのは別に悪いことではないんですけど、なりたいことを変えたい現実があるなら、居心地がいいばかりではなかなか現実が変わらないので、時にはこっち波動の10の世界に行きたければ居心地が悪いこと、違和感があることをやるっていうことも大切だし、そこに飛び込む勇気ですよね、それも必要なんだということをぜひ認識されるといいかなと思います。今日のお話は居心地いいこと、心地いいことが必ずしも波動が高いわけではないというお話をお伝えをさせていただきました。ぜひ参考にしてみてください。で、こういった情報以外にウィークデーには毎日 LINE とメルマガでこういった情報以外に役立つ情報をお伝えをしています。願望実現のことや幸せのことや豊かさのことや波動のこと、メンタリティのこと、そういったことをお伝えしておりますので、参考にしたいなと思われる方は LINE とメルマガもぜひご登録ください。ウィークデー毎日メッセージをお送りしております。で、今日のお話が良かったなと思われる方はチャンネル登録といいね、高評価ボタンを押していただければと思いますし、お友達で必要としている方がいればぜひシェアをしてあげてください。それではいつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。